県内のインフルエンザの感染者数が6週ぶりに減少しましたが、依然、警報レベルは続いていて、県は感染対策の徹底を呼びかけています。県内で今月18日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者数は、1医療期間あたり21.47人と、前の週より4.12人減りました。減少は6週ぶりです。 一方、地域別に見ると仙台が24.98人石巻が21.30人仙南が20.00人とすべてで警報継続の基準となる10人を上回っていますまた感染者の9割近くを19歳以下が占めています県は感染者数が減少に転じたとはいえ高い水準にあるとして 基本的な感染対策の徹底を呼び掛けていますまた新型コロナの感染者数は一医療期間あたり14.51人で前の週より4.51人減りました減少は2週連続です